こんにちは、はじめ社長とタナッチとライバロリと申します。よろしくお願いします。お願いします。本当ポケモンの実況とかカードゲームを主にやっているバロリっていうのがいるんですけど、ここがお付き合いされていると。いや、お付き合いはしてない。あ、してないの。時々遊んでるぐらい。東京でポケモンカードとかいろいろ教わってる。ああ、ほぼセフレみたいな。戦闘フレンズ。セフレ。あ、戦闘フレンズ。戦闘フレンズ。なんかすごい、私に似ている友達がいるという。あ、はい。僕の友達の中に、はじめ社長にめちゃくちゃ似てる人が。いや、それで言ったら、さっき近くのコンビニに行った時も、二人で一緒に行ってたんですけど、普通にはじめ社長と間違われてましたよ。嘘でしょ、そんなことなんだよ。マジ、それはマジっす。今日、バロリーと一緒に、その人が、来ているということで。お呼びしてみますか。せーの、偽はじめ社長。なるほど。似てますよ、やっぱマスクしてると。マスクしてると。マスク、あと後ろ姿とかもめっちゃ横。後ろ姿。いやもう、うん。今なんかはじめさん髪の毛今日いろいろあってワックスつけちゃってるけど、だからつけてないはじめさんとほぼ一緒です。自分だとね、いまいちちょっとわかんないんですけど、すごいのが身長が一緒ってのが一番すごい。身長は？185。あ、僕も185なんですよ。で、血液型が AB。あ、僕も AB なんです。すごい。誕生日は1月9日。あ、2月14。あ、ほぼ一緒。ほぼ一緒。ああ。おお、やっぱ後ろ姿わかんないっすか。というわけで、そういう俺がダイエットしすぎてしまったぐらいの偽物を今日呼んだんですけども、どんだけバレないのかっていう企画をやってみたいと思います。一回じゃあ剣付けで試してみます。一回ちょっと練習してみます。今の角度やばい。あ、そこまで抜くとちょっとあれだね。これですか。うわ、え、本当に来てる。怖いんだけど、誰。え、おわ、気づいた今。見ちゃいけないもん見ちゃった。え、いや、はじめさんを見て、こっち見て気づいた。え、よし。誰？はじめさん、誰ですか？え、誰ですか？え？誰？え、そっくりやんけ。そっくりやんけ。びっくりした。偽はじめ社長でした。いや、マジで似てた。すごいね。すごい。ちょっとよく見て、俺のことつかんだはずだな。はじめモード。はい、ありがとうございます。